なことしといてただで済むと思ってんのか。汚いやり方で殺されたのか、俺。てめえ殺し屋か。てめえの罪を悔いるんだな。生まれ変わってもまた俺が殺してやる。この世にあるのは光か闇か。俺が光でお前が闇、お前が闇なら俺が光。そんなもんどっちでもいいのさ。なんでかって、見せかけの正義を名乗る奴らも、薄汚い闇社会の連中も、全部俺たちが地獄の亡者どもにくれてやるからさ。いつもながら見事なお手並みです。遺族もこれで浮かばれることでしょう。報酬はいつもの口座に振り込んでおきましたので。要件はそれだけか。電話で済むだろう。つきましては早速次の依頼があるのですが。断る。そう思いました。いつもの倍の額を用意しています。無理だな。他は当たってくれ。ですがこれはどうしても信山様にしかできない仕事でして。それでは3倍の額でどうでしょう。いい加減にしろ。どうして綾乃が今のこの俺の姿を見たらお前はどう思うんだ。女、誰だお前。
信山憲兵、元戦場ジャーナリスト。イスラム国の取材中、同行していた恋人でカメラマンの。うるさい、黙れ。私の顔忘れた？いらっしゃいませ。涼子、何ぼーっとしているの？はい。しかし甘えるな。全然わからなかった。ご注文は？ああ、ごめんごめん。コーヒー？うん、コーヒー2つ。はい。コーヒー2つ。ライバル出現ね。負けちゃダメよ、涼子。どうしていきなり俺のところに？実はケンさんを探す女がうちに訪ねてきたの。もちろん知るわけがないから分かりませんって言ったけど、その時の怪しい雰囲気に胸騒ぎがして来てみたら、案の定俺が何者かに襲われてたってわけか。まったく、日本にいるなら連絡ぐらいしてよ。それで、襲われる心当たりは？ありすぎてわからない。ところで、仕事は？ああ、ライブハウスの留守番係。お待たせしました。嘘。やっぱり、裏稼業。まあ、これ以上の詮索はやめとく。あれは確かに女だった。女？俺を襲った資格。女の資格？もしかして心当たりあるのか？夜叉組？夜叉組？夜叉組は元は夜叉一族といって忍者の末裔よ。その時代の天下人については汚い仕事を請け負っていたけど、明治維新とともに姿を消したはずだった。けどいつしか夜叉組として裏稼業を始めた。その夜叉組がなぜ俺の命を？考えるだけやぼか。大方俺に誰かを殺された奴が復讐するために。それより、久々に私の警部付き合って。ほう、なかなか腕を上げたじゃないか。いつまでも昔の私だと思わないで。確かに。よほど師匠に鍛えられたな。いつか師匠を超えるから。さすがだな。いつもながら惚れ惚れするぜ。
嬢さん、悪いがちょっと彼と話がある。襲われたそうだな。我々秘密警察、特捜密撮員の情報も甘く見えない。上山、いつまでもフリーの殺し屋なんかやってねえで、うちの組織に帰れ。お前の身は俺が守ってやる。組織、俺は縛られるのが性に合わない。あんたらとの関係はこれまで通りで、必要な時だけ呼んでくれ。そいつは残念だ。かなりの好待遇を用意していたんだが。待遇だと興味がない。気が変わったらいつでも来い。ところで、次の仕事を断ってやるのか。何でも知ってんな。まあ体を休めたらいいだけだ。違うだろ。殺し屋としての生業に疑問を感じているだろ。戦場ジャーナリストだったお前は目の前で恋人を犯され、そして殺された。逆上したお前はそいつを刺し殺した。やめろ。人を殺した感触が忘れられない。ジャーナリストとしては失格だ。だが殺し屋としての素質はある。違う違う。お前の気持ちは俺が一番よく分かってる。もういい、帰ってくれ。やる相手はヤシャ組だ。ヤシャ組はもともとうちの傘下だったが、反旗を翻し組織を抜けた後、今では独自に殺しを請け負っている。これを放っておいてはメンツが高い。俺には関係ない話だ。他人事じゃないだろう。お前を襲った刺客は女だ。そしてそれはおそらくヤシャ組だ。俺をやるように誰が頼んだのか。本当はあんたじゃないのか。違うな、俺じゃない。大事なのはヤシャ組がお前の命を狙ってるという事実だ。やられる前にやる、それがこの業界の掟だ。理由もわからないのにヤシャ組をやる。理由もなくお前が人を殺せばそれは犯罪だが、組織からの依頼であればそれは正義だ。分かった。そこまで言うなら受けるかどうか裏を取ってくるな。好きにしろ。お前の辛さは俺が一番よく分かってるよ。なんであんな奴にこだわるんですか。チーフ、どけろ。ゆうか。はい。何か分かったのか。残念ながら俊藤圭介氏の所在は未だ不明です。そうか。どこに住んでるのか引き続き調査を続けてくれ。かしこまりました。俊藤
圭介っていうのは確か女と似た古き野郎のことだよな。そうよ、かつての神岡チーフの前任者、最強の殺し屋、神岡チーフにとって最も怖い人物よ。今では特捜密撮員の間では伝説の人扱いだけど、俊道圭介は類まれな剣の才能に加え、自衛隊で身につけた高度な戦闘技術を駆使して多くの悪党をその手にかけたわ。でも彼の本当の恐ろしさはただ強いだけではなく、強靭なまでの精神力よ。精神力？まあこれは千葉副司令から聞いた話でもあるけどね。それならなぜ女と逃げたんだよ。いくら強靭な精神力の持ち主でも、長く殺し屋として人の命を奪うことによって俊道圭介の心は蝕まれていった。なるほど、そんな傷を癒してくれる女が現れたってわけか。俺から言わせればな、やっぱりただのふぬけ野郎だ。私は会ってみたいと思う。最初は単なる任務として俊道圭介氏の消息を探し始めたけど、今は俊道圭介という人間にとても興味があるから。そして彼の心を救った女性にもね。ヤシャ組について何か分かったか？ダメだ、一切正体がつかめない。どんな小さなことでもいい。いや、何も。情報屋として名高いあんたでも無理か。どんなに調べても幻のような存在だ。組織も手を焼いているらしいが、本当にヤシャ組が存在するのか。どうやら相手が悪すぎる。この件には関わらない方がいい。いや、そうはいかない。しかしなんだか嫌な予感がする。待てよ、もしかすると特捜密撮員は信山さんに夜叉組の殺害を依頼することを餌にして連中をおびき出そうとしているのでは。夜叉組を探っているのはお前か。なるほど、自らお出ましとは好都合だ。命が惜しければ即刻手を引け。そこまで言われちゃ素直に引くわけにはいかないな。そもそも先に仕掛けてきたのはそっちの方だ。何の話だ。おいおい、今さらとぼけるのはなしにしようぜ。さて、そのマスクを取ってもらおうか。
涼子をここまで痛めつけるとは大した手だれだね。よしよし、大変。もうママ優しくして。何言ってるの、我慢しなさい。命があっただけでも儲け物よ。ここは何としても彼をやしゃ組の仲間にしなくては。一族のために。そうね。見つけたぞ、やしゃ組。誰？こんなところに潜んでたとはな。大丈夫か？ここは危険だ。ママが。もう手遅れだ。いや行くぞ。ママが。いや行くぞ。ママ。まさか君がヤシャ組だったとは。ママのことは残念だ。だが諦めろ。特捜密撮員と夜叉組の間にはどんな因縁があるんだ。あいつらには情けがないんだ。悪と見なせばどんな小さな事件でも加害者を殺す。人間誰しも過ちを犯す。そうだろ。そうだな。更生するチャンスがある人間でも片っ端から殺していく。そんな非情なやり方に我慢できなかった。国家に対抗する奴を殺してたはずじゃなかったのか。昔はそうだった。でも今は違う。国家のためだと言いながら殺人ゲームを楽しんでいるだけだ。まさか。本当なんだ。だから夜叉組は特捜密撮員を抜けたんだ。それならなぜ俺を襲った。そんなことはしていない。私たち夜叉組はあなたを仲間にしたいと思っていた。だから襲撃なんてするわけがない。だったらこれは何だ。正直に答えろ。確かに情報屋のところではあなたを襲った。あなたを夜叉組と密撮員との戦いに巻き込みたくなかった。だから忠告のために。何の忠告だ。返り討ちにあって何言ってる。あなたの力を見くびっていた。
じゃあ外階段で襲ったのは。知らない、信じてちょうだい、私たちじゃない。確かに立ち筋は違う。おそらくそれは特捜密撮員が仕組んだ罠、私たちヤシャ組をおびき出すために。何しに来た。おいおい、そんなに怖い顔すんな。こいつから事情は聞いた。今回の件は全て功を焦ったこいつの仕業だ。どうやらお前が仲間になったら自分の立場が危うくなると思ったらしい。バカなやつだ。信山、お前を巻き込んで悪かったな。だが夜叉組壊滅は特捜密撮員の義務であることには変わりはない。その女を引き渡してもらおうか。断ったら。その選択肢はなしだ。お前の腕は買ってるが、歯向かうんだったら容赦はしねえ。お前らは隼人、もう一度だけチャンスをくれてやる。哀れだな。人間権力を手に入れるとさらに上の権力が欲しくなる。身分相応を超えたらこうなるんだよ。これ以上無益な殺し合いはしたくない。引いてくれ。そうはいかない。夜叉組壊滅は特捜密撮員の義務だと言ったはずだ。マイル、なんでここに。ケンさん、気づかない？
久々に私と会った時のこと。あれは偶然。世の中偶然なんてめったに起きないの。俺を騙したのか。騙したなんて人聞きの悪い。私は特捜密撮員の一員、神岡さんに言われて健さんの動向を探ってただけ。任務に忠実なだけ。任務だと。そう、しかも健さんに危険が及んだ時は陰ながら守るのが私の仕事。マイル、どうして。その女を引き渡して。よせマイル、お前とは戦いたくない。彼女の相手は私がするわ。ならば信山、お前の相手は何だ。決着をつけてやる。殺すには惜しい。もう一度考え直して組織に戻ってきたら。そんな気はさらさらないわ。あんたがヤシャ組に入るなら考えてあげてもいいけどね。ならば死ね。お前と俺とじゃ殺しの数が違う。そうだな、終わってみなきゃ分かんねえんだよ。残念だよ信山。俊道さん。俊道、あなたが。まさか俺の後任がお前ごときとはな。俊道さん、私とあなたは関係ない。聞いてくれ。死にたいか神岡。確かに昔は俺の上司だった。もうあんたの時代じゃない。そこまでだ。芝福次郎、二人とも引くんだ。しかしこれは命令だ。
久しぶりだな。奥さんと娘さんは元気か？ああ、元気だ。よかった。また会おう。信山だよな。縁があったらまたな。あれが伝説の殺し屋、俊藤圭介だ。すごい気が伝わってきた。どうやらあなたに一つ借りができたようですね。貸した借りはいずれ返してもらう。近いうちにな。ケンさんって呼んでもいいですよね。夜叉組に入ってもらえませんか？夜叉組か。徒党を組むのは性に合わないからな。それに俺は仲間を持っちゃいけないんだ。どういうことですか？ああ、いや、なんでもない。そうですか。でも私諦めません。いつか必ず。勝手にしな。霞んだ街並みを見下ろし、ため息つく。どこまで歩いたら
ない愛という名の十字架へ。人間死んだらどこに行く？いいことをしたら天国へ、悪い奴らは地獄行き。でもどちらに向いてない奴らもいるんだぜ。それが俺たち、暗闇に生きる特捜密撮員。